これだ、男前クールだ、消臭除菌スプレーね。はい、こんにちは、シェラスポーツです。皆さんお元気ですか。今日の修理は毎回同じことになって申し訳ないんですけど、最近見始めた人もいらっしゃいますので、こちら、はい、パームレースですねのリレースをアップしたいと思います。なんかちょっと画面歪んでるか、あ、歪んでた、したいと思います。どうぞ。はい、何回もやってるパームレースね、ここね、はい、の紐の入れ替えなんですけど、リレースなんですけど、これはこのヒールレースを外さないと、あるいは手口バンドの紐を外さないとやりづらいので、っていうかできないので、事前のそういったね、準備が必要ということですね。ということで外しますか。なんかちょっとお急ぎみたいだったんで、すぐやっとかないと、よいしょ、溶けてないぞ、よいしょよいしょ、どうなんだろうな、見た人と見てない人どっちが多いのかな、まあ、全部が全部登録者の人が動画見てるわけじゃない、あ、でも何回もやってるからな、これな、何回もやってるから、まあまあ見たぞそれもういいじゃんっていう人も多いかもしれんけどな、まあでも見たの見ひんのあれやってくれこれやってくれってなるから、いいよな、修理が来たのしかできないですからね、修理来てないやつの修理を見せてくれって言われても修理のものがないから修理できないんだな、まあそういうもんなんだけど、まあ、こんなこと言ってもいろんな人がいらっしゃるからな、こんなちっちゃなチャンネルでも皆さん見てくれるんだから、本当にお店の宣伝になってるのかな、まあ多少お客さんは増えたけど YouTuber じゃないからな、お店の宣伝だから、 YouTuber の人はすごいよね、あんなにいっぱい登録者集めて、まあでもやってることがニッチだからな、このチャンネルはな。なんていうの、こう、みんながみんな見たい内容じゃないから、見たい人はすごい見たいかもしれんけど。よいしょ。はい、外れましたと。で、これを外すとですね、はい。うわわわわわ。この辺はやりやすいですけど、こっちの奥とか、こっちの奥が通しづらいよね、これ。まずいらんやつ、外しましょうか。切れてるでしょ？破れてるのか、この奥ね、ここなんだな、問題は。
まあ問題でもないけど、やりにくいな。ちょっとこれだな。このグラブ、子供さんのなんだけど、ちょっとこれ、ライニングを平裏の、平裏から、ちょっとこれ、厳しいな、この匂いは。ま、ちょっとね、あんまりお手入れされてないようなグラブなんだけど、ちょっとこれは厳しい匂いが。おっ、仕方ないな。こういう場合はこれだ、男前クールだ、消臭除菌スプレーね。こうしとかないと自分の鼻が、これぐらいでいいだろう。息できないからな。うん、多少大丈夫かな。よし、じゃあよしと、よし、スタートね。よし、リレース自体はね、そんな難しいとこじゃないんですけど、ちょっと手間がかかるわね。よいしょ。大事なあれですよね、レースですよね。よいしょ、あるんだこれ。そういうことか。アイシー。時間までに終わるかな。よいしょ、よいしょ。
よし、もうちょっと。よいしょ、よし。で最後はどこで出たっけ、ここか、ここからん、どっち通ってる、あ、そっちか、はい、でメインのパームレースは終了ね。ここはいいんだ、あとまた戻さなくちゃね。はい、じゃあヒールから戻していきますね。ヒールヒールヒール、よいしょ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 、はい、順巻きだな、順巻きです、よいしょ、ん？これか、どこにこう入らなくちゃ、はい、で、ここか、よいしょ、ああ、嫌だなぁ、もちゃもちゃだなぁ、これ。硬いとどうしてもなぁ。最近よく抜けるような、でも。しっかり入れなくちゃ。ああ、これも抜けそう。ああ、よかった。よしと。どうだ、もう一回、いいか、最近これだな、うまく噛めばな、でもどっちが早いのかな、ヒドロ入るんだな、よいしょ、で2、3とか、よいしょ、紐がおさむさなんだな、これな、ほいってきた、じゃあ次は手口のところね、手口のところどうしよう、はい、
足りないのか、そんなギリギリだったっけ。はい、終了です。パームレース入れ替えね。やっぱりあれだな、はい、どうでしたか。今日の修理ということでダラダラとやってしまいましたが、今日はこんな感じです。それでは皆さん、さようなら。